えっと、過去の2チャンネルのドッとするスレのまとめを見るのに最近余ってます。ひりおきさんが印象に残っている、または怖かったすレなどありますか小鳥箱だっけ小鳥箱と、あと、あの、圧倒心の人間の話があったと思うんですけど、あの、これらのなんかね、2チャンネル怖い話まとめみたいなやつがあって、で、あの、ちょうど今2時なので、これ終わった後検索して皆さん見てください。あの、<laughs> あの、めちゃくちゃ寝づらくなりますよ。<laughs> あの、なんか、大して怖くないっしょって読み味、あ、八尺様それそれ。あのね、なんだろうね、その、よえっ、ー、とね、他の階段とかって話長いんですよ。で、なんかまあ、あの、話長くして面白くしなきゃいけないんですけど、その、2チャンネル系怖い話まとめて、めっちゃ短いんで、あの、え、これ怖くなるはずないじゃんって話が、 突然怖くなって終わるんですよ。要はあの、階段って、だんだん怖くなって、超怖くなって、解決して、っていう話を一つのまとまりとして小説にしたりとか映画にしなきゃいけないんですけど、あの、2チャンネル系の怖い話って、あの、救いがないんですよ。あの、超怖えーって言って落ちないんですよ。え、落ちないのこれ、こう、どうなんだこの後どうなんわかりませんみたいなので、終わるんで、あの、すげえね、消化不良になるんですよ。っていうのがあるんで、あの、夜中、面白いんで見てください。はい。 なんとも、八尺様はね、結構面白かったですよ。あとね、あの、怖い話で僕はあの、聞かれた時に必ずおすすめしてるのが、あの、<laughs> あのね、このポッ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 ポ,ッポッっていうのが怖いっていうのがわかる <laughs> 人向けなのでね、それを書くメンタリスト大悟さんの性格の悪さが僕は好きですよ、はい。あの、怖い話好きって言ってる人にあの、必ずおすすめしてる漫画があって、 あの、稲川淳二さんの生き人形っていう、あの漫画があるんですよ。もともとあの稲川淳二さんが、その、自分が体験した怖い話。で、稲川淳二さんって結構あの、知り合いの体験した怖い話を言うんですけど、自分が体験した怖い話を言った話で生き人形っていうのがあって、で、それが、テレビで生放送でその話をした時に、ライトが落ちて生中継が止まったっていうのが事実としてあるらしいんですよ。 で、それに関わった人が死んだという話もなんか事実っぽいんですよね。で、まあ、生き人形で、ね、なんか今、新刊は多分ないと思うので、あの、メルカリとかで探せばあると思うんですけど、あの本読んで怖くなかったって言った人、僕、会ったことないんですよ。要はあの、漫画の怖い話とかって結構いっぱいあって、まあ、みんなふーんとか、怖いでへーとかなんですけど、あの、生き人形を渡して、 あの、ふーんっていうリアクションになった人見たことないんで、もしあの、その体勢がある人は、生き人形試してみてください。はい。あの、僕、稲川淳二さんはね、ネットフリックスやるべきだと思うんですよね。あの、あの人話の仕方もめちゃくちゃ面白いので、んで、あの、ああいう階段って他の国であんまり見たことないんですよね。 その本来であればその怖い話をおじいちゃんおばあちゃんがするっていうのは昔からあったことなので多分どんな文化でもその稲川淳二さんみたいなその年いった人がこういうことがあったよねって語ってくれる話っていうのは子供心に知ってるはずなんですけどコンテンツとして存在しないんですよそのアメリカ人のおばあちゃんが話す怖い話とかってないじゃないですかでで稲川淳二の話ってめちゃくちゃ面白いんですよ あの、僕が大好きな話で、あの、ばあさんがガッっていう話って多分何回かしてると思うんですけど、あの、もう、ばあさんがガッっていうだけで、もうめちゃくちゃ笑えるんですよ。笑い話になっちゃった。ま、いいや。っていうの、あの、あの人のその話し方とか、顔とか、あの、目ギョロッとする感じとかも含めて、めちゃくちゃ面白いんで、あの人はね、さっさとネットフリックスに出して世界中にコンテンツとして売るべきだと思うんですよね。なので、あの、田川淳二さんと連絡取れる方はちょっとお勧めしといてあげてください。はい。 えっと、ばあさんかがはね、あの、水、えっとね、海水浴に行った4人組の男の子の話です。あの、4人で海水浴に行くんですけど、で、なんか減ったね、つって途中のなんかあの、ドライブするあの、なんか駐車場のある喫茶店に寄って、で、あの、あ、いらっしゃいませ、って言われてこう座って、4人座るんだけど、なぜか水が3つしか来ないですよ。1人だけ水来ないですよ。 で、なんかお前水着てなくねみたいなので、ね、こうバカにして、で、まあ、あの、店員さんも、の、の、なんか気づかんのかなみたいな感じで、っていうので、始まって、っていう、あの、まあ、あの、やめますけど、っていうので、なんか最初は何にも怖い感じしないんですけど、まあ途中からばあさんがガッですよ。はい。そう、嫌だな怖いなってね、おさださんが得意なやつね。はい。